東京・新宿区の都営アパートで火事がありました。2人が逃げ遅れているとの情報があります。現在、消防隊員がはしごを使って辺りを確認しているような姿もあります。午後4時ごろ、新宿区西早稲田の都営アパートで火事があったと119番通報がありました。東京消防庁によりますと、14階建てのアパートの10階部分が燃えていて、現在ポンプ車など25台が出動して消火活動が行われています。2人が逃げ遅れているという情報があります。